そういうことか。全部つながった。だからベッジがママを暗殺するって言った時、私は何も感じなかった。ひどいと思われてもそれが事実よ。いやいや、いいお湯でしたよ。ああ、極楽極楽へ行ってたまるか。なんか戦いの後みてえだ。気が抜けちまうな、これからなのに。お、ルフィさん、ルフィさん、牛乳入ってますよ、牛乳。おい、人んちの冷蔵庫勝手に漁るな。ちょうどよかった、俺歯かけちまって。私も顔面割れちまって。 ではいただきます。汚れはきっちり落としたかレロ。ああ、バッチリだ。早くベッジに合わせろ。まだまだレロ。ん？